昨日ですね、辻井理恵プロら、まあ、女子の選手を多く教えている三橋プロとちょっと会う用事がありまして、でその時三橋プロが、まあ、このハイスペックゴルフをたまに見てくれて、いるので、まあ、僕のスイングどうですかと聞いたら、まあ、全然ダメだ、まあ、全然ダメだとは言われなかったんですけど、まあ、ちょっと致命的な欠陥があると言われまして、でそれは肩のポジションっていうのかな、腕と体が、まあ、連動していないというか、もうこの肩から先のユニットが結構独立してバラバラに動いちゃってるんで、再現性が乏しいという、まあ、指摘を、もらいました。でそこでちょっとアドバイスをしてもらったんですけれども、要するに今までの私のアドレスっていうのは、まあ、ちょっとこう肩がね、やっぱちょっとこう怒り方っていうのかな、まあ、少し浮いて、まあいかようにも上がるように、だまあ逆に言うと、そういう肩のポジションだから、まあどんなスイングもできてしまう。だけどやっぱりその再現性ということを考えると、やっぱりいつも同じことをしなければまあ、いけないというか、その、再現性のためにはやっぱりいつも同じそこに上がるようにしておく、そのためにはやっぱりその、まあ、肩のポジションっていうんですかね、そこの肩甲骨とちゃんと連動しているようにアドレスの時点で作っておかなければいけないという指摘を、もらいまして、でやりました。で僕のアドレスは最初、まあこうやって普通に構えてくださいと、まあ、言われて構えると、で三橋プロがここを引っ張るんですけども、結構おっと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 結構持ってかれちゃうんですよね。でどうしたかというと、まあこの肩を少しやっぱり落とす、まあ、落とし方はね結構いろいろあるんでしょうけれども、まあもう最初にちょっとこう怒り方にあえてしといて、で落とす、で落として構える。でそうすると、まあ多分私の今までの、この肘のポジションよりもちょっと気持ち、肘のポジションがアドレスの時点で低くなる。これやっぱりやってみるとすごく、やっぱりそのこの辺からの連動性というのがすごく感じるんですよね。やってみます。まあ怒り型作って、あえて落として、そこから、肩甲骨周りにテンションを感じながらアドレスをする。そして打つ。やっぱこういうの一回一回やらないとね、肩を上げてストーンと落として、そのままアドレス、テンションを感じながら、さあ非常にいいアドバイスをもらったので、これでまたしばらくこれをね、いつもできるように、固めていきたいなと思っています。三橋プロどうでしょうか、治ってるでしょうか、またぜひ、ツッコミを入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。